1860年頃のナサニエル・ナサニエルド・ロスチャイルドは、ナトとしても知られ、ロスチャイルド家が所有するフランスのワイン生産部門の創設者である。独語のナタニエル・ド・ロートシルトの表記でも知られる。普通語では、ナタニエル・ド・ロチルドとなる。ロンドンで生まれたナサニエル・ロスチャイルドは、ネイサン・メアー・ロスチャイルドとハンナー公園の4番目の子である。彼は1850年に、 彼のおじであるジェームズ・ド・ロチルドが所有する銀行の業務に就くためにフランスのパリへ移住した。1842年にナサニエル・ド・ロスチャイルドはパリ・ロチルド家の祖、ジェームズ・ド・ロチルドの娘シャーロット・ド・ロスチャイルドと結婚し、以下の子供を設けた。ナト・ロスチャイルドは彼の叔父ジェームズと共にパリのロチルド・フレイル銀行で働いたが、1853年に彼は ジロンド県ポーイアックのブドウ園シャトーブラーヌ・ムートンをトゥレという名のパリの銀行家から取得した。その前はトゥレが1830年にエクトールド・ブランヌ男爵からそのブドウ園を購入した。ナトロス・チャイルドはブラーヌ・ムートンのブドウ園の65エーカーのために117万5000フランを支払い、その用地をシャトー・ムートン・ロチルドと改名した。それは 世界で最もよく知られるワイン生産者になったということができうる。1868年にナトノージ・ジェームズは隣接するシャトー・ラフィットブドウ園を取得した。シャトー・ムートンの3倍以上、広い、ある名門のプルミエクリュの所有地、それは家族の競争を生んだ。1855年のボルドーワインの格付けにて、シャトー・ムートンは2級に格付けされ、その所有者を 大いに懸念させるものであった。それに対して、彼は標語を作成した。プルミエネプビー、セカンドネデイン、ムートン主位。1856年に、ナサニエルと彼の妻は、パリのフォーブールイコールさんとのれ通り33番街の所有地をドニデクレ公爵から購入した。その時それはロシア大使館に貸し出されたが、賃貸が1864年に終了して、 彼は建物を一新して、それを彼の都市住居にした。息子のアーサード・ロス・チャイルドに引き継がれ、ナサニエルの孫アンリド・ロ・チルドによって、1918年に、第一次世界大戦の連合国の社交クラブ、セルクルデール・ユニオン・インターライへ売却された。1878年に、ナサニエルは、シュブルーズ渓谷のセルネーラビルにある、ボードイコールセルネー修道院を購入し、 その時は1118年に建設された首都会計、修道院のただの廃墟であった。彼と妻は、湖畔の所有地を贅沢な田舎の邸宅に変えるための大規模な復旧作業と新築工事を実施した。ナトロス・チャイルドは晩年期に失明した。彼は、不屈戦争の間の1870年に死亡し、彼の子供と孫たちは、ワインビジネスに対してほとんど熱意を示さなかった。 それは118年後のシャトー・ムートンを待つことになり、ナトの孫、アンリの子フィリップ・ド・ロチルドの主導のもと、今までにプルミエ・クリュエの再分類を達成した、唯一のフランスの武道園になった。ギー・ド・ロチルド・ミッテラン政権危機を参照。ありがとうございます。